한편 조선 정부가 적극적으로 영토를 수호하는 수토 정책으로 입장을 바꾸자 일본 역시 울릉도와 독도에 관한 정보를 수집하기 시작했다. 에도 막부는 먼저 도토리번에 울릉도의 영유권과 관련된 질문을 하달하자 도토리번은 곧 자신들의 관할이 아님을 답했다. 또한 독도에 대한 별도 조사에서도 일본 어디에도 보속되는 섬이 아니라고 답했다. 에도 막부가 떠왔다 수시와 鳥取藩の領土ですかどうですかということだったわけで、これについて鳥取藩としては自分が支配している領地の中にはないという、こういう答えなんですね。で、そうしますと、結局鳥取藩領でないということは、日本領ではないということになりますから、松島については、当時は日本領としては認識されていなかったということに結果としてはなるというふうに思います。17世紀、日本内各藩의지도를모아만든江戸幕府公式지도어디에도울릉도와독도가포함된지도는찾을수없다。도토리번의확답을받은지3일후에도막부는일본인의울릉도도해금지령을내렸다에도막부는울릉도와독도가조선땅임을공식적으로인정하게된것이다이로써안용복도일이후조선과일본양국정부는독도를조선땅으로규정하게된다여기서독도까지는약 87.4km, 빠르면뱃길로1시간이면도착할수있는거리입니다맑은날씨에는울릉도에서도뚜렷이보일정도로가까이에위치해있는섬독도당연히조선에서건너간울릉도수토사나어민들은독도를울릉도의부속섬이라고생각을했습니다따라서안용복사건이후17세기일본정부에서시행한일본인울릉도도해금지령은독도도해금지도포함하고있는것입니다하지만현재까지도일본에선그속에독도가포함되지않는다는주장을꺾지않고있습니다17세기안용복의도일로촉발된사건이후에도막부를통해공포된울릉도도해금지령이금지조항의효력은잘지켜졌을까가마다시향토자료관은그이후상황을알수있는귀중한자료가남아있다1837년에도막부가전국해안가에내건경고문이바로그것이다막부는전국법령에해당하는경고판을통해도해금지에대한강력한의지를일본국민들에게전하고자했다계기는조선땅울릉도에다녀왔다는이유로뱃사람하치에몬이처형되는사건이었다도해금지령이내려진지100여년이흐른후하치에몬은독도에간다는핑계로울릉도에갔다가처형됐다이를두고일본은당시도해금지령에독도는포함되지않았다고주장한다ただ宇都領島に属する島子供の島だっていうので竹島松島と、まあ、日本でもワンセットにして行っておりましたから竹島渡海が禁止されてしまうと松島は利用価値がなくなってしまうでつまりこの2つの島は2つで使わないと意味がないという
だから竹島渡海禁令後に松島だけを日本人が利用していたということは絶対にありえない。東京대부속도서관당시처형된하치에몬의진술내용을기록한죽도도회일간기가보관돼있다울릉도도회에관한1급사료다그의재판기록끝부분에는당시에그려진지도가첨부돼있다오키섬과일본영토는노란색으로칠해진반면한반도와울릉도독도는붉은색으로칠해져있는것이눈에띈다그색깔을보면그독도하고울릉도하고조선이다똑같은빨간색깔입니다그거는같은그연토라는것을나타내고있고요일본쪽은그노란색으로되어있습니다이것만봐도당시에도마프는확실하게울릉도독도가조선것으로그렇게보고있었다라는증거가되는것입니다하치에몬당시일본인들은이처럼독도가조선땅임을정확하게인식하고있었다1876년시마네희연이다시독도관할권을내무성에지리했을때메이지정부의입장은동일했다당시최고권력기관인태정관은울릉도의일도는일본과관련이없다는결정을내렸다여기서울릉도의일도는독도를의미한다는지도도첨부돼있다ですからまず1696年の竹島一揆の結果、ね、幕府は竹島は日本のものじゃないとこれはっきりと朝鮮に返すということを言っているわけですね。これが一つ。もう一つは1770年か明治10年島根県から申請しました竹島保海一等、ね、これに対して政府の太政官は本邦関係これなしという決定をしたというこの二つが決定的な理由になると思いますね。안용복사건이후울릉도와독도를분명하게인식한조선조정은1894년수토사를사검관으로임명하고관리의지위를격상시켰다이같은수토정책의지위승격은1900년대한제국칙령제41호반포로이어졌다울릉도를울도군으로개칭하고도감을군수로개정하고칙령제2조는울도군내죽도와석도를포함시켜이틀후관보에게재됐다울도군행정관할하에현재울릉도전체와죽서도그리고독도까지군도개념으로포함시킨것이다칙령안에울릉도를울도군으로바꾸면서편제를격상시키면서그안에석도를관할하도록분명하게못을받고있기때문에법적으로말하자면그걸관보에게시해서다온국민이알게했기때문에국제법적으로도관보라는것은우리국가중앙정부에서게시를하는거기때문에대외저외국도볼수가있는거잖아요그래서대외적으로도대내적으로도울릉도뿐만아니라독도가우리나라관할구역이라는것을다선포했다는그런의미에서중요한겁니다그러나일본제국주의가팽창하던1905년일본은독도를타케시마라칭하고시마네현교시제40호로독도를강제편입시켰다그리고이듬해인1906년독도시찰단40여명을울릉도에파견해주인없는땅독도를접수했다고알렸다무신의지대아르토스로나라바일본정부의유
固有領土論は成立しないということになってきます。ね、で、